皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いいたします。今日の動画ブログですが、行動を促すシンプルな方法とはというテーマでお届けいたします。コンサルタントという仕事をしているとですね、伝える能力がことのほか重要だと日々実感しています。例えば営業でこうすればうまくいく、成約率がぐんと伸びるという方法をクライアントに伝えたとします。やり方を伝えるだけならば私でなくても誰にでもできるでしょう。ところが人間はやり方を教えてもらっただけではなかなか行動には移しません。それは理屈では分かったという状態だからです。頭だけでは理解したということなんですけどね。それでも理解しないよりはよほどマシなんですが、行動しなければ成果は出ません。これが現実です。ですからコンサルタントというのはノウハウを伝えることはもちろん、それに伴ってクライアントの行動を促すこともやらなければ一人前ではありません。ではどうしたら行動に移してもらえるのでしょうか。一番簡単な方法はその理由も一緒に伝えることです。例えば社会人の基本的なマナーとして整理整頓があります。ほとんどの人は社会生活を営むにあたり整理整頓するのが慣習なのでやっていると思っています。整理整頓する理由を真剣に考えたことのある人は意外と少ないと思います。ですから社内で整理整頓が徹底されないということもあるわけです。ところが整理整頓をする理由をきちんと説明することによって整理整頓が徹底されることがあります。今日の本物の商売を目指すポイントです。人間はそれらしき理由がある場合、説得されやすくなったり行動しやすくなります。逆にそれらしき理由がない場合は説得されにくく行動しにくくなります。有名なコピーの実験を皆さんはご存知でしょうか。あなたはコンビニのコピーサービスを利用しようとしています。ところがすでにコピーサービスを利用している人がいました。このような場合どうしたら割り込んでコピーサービスを利用することができるでしょうかという実験です。一番ストレートな言い方はコピーを取らせてもらえませんかと先客に頼むことです。この頼み方は明確な理由は一つも述べていませんが、これだけでも承諾する人が 60% もいます。そしてコピーを取らなきゃいけないので、コピーを取らせてもらえませんかと先客に頼むと承諾する人は、なんと 93% にまで跳ね上がります。これですね、よく考えてみると全く理由にはなっていません。それでも 93% の人は先に譲るんですから、これが人間の心理の不思議なところです。例えば上司に3分以内にコピーを取ってこないとクビだと言われたので、先にコピーを取らせてもらえませんかと頼んだら承諾する人は 100% 近くになったかもしれません。なぜならば一見正当な理由だからです。このように相手にそれらしき理由を伝えるだけで相手がその要求を承諾して行動に移す確率はぐんと上がります。話は変わりますけども、話し方でプレップ法というのがあります。これは人を説得するときに使われます。プレップ法とは、まずポイント。で、リーズン、これは理由ですね。で、エクザンプル、これは事例になります。そして最後はまたポイントです。この順番に伝えることを言います。そしてそれぞれの頭文字を取ってプレップ法と名付けられました。よくプレゼントか営業の現場で使われます。例えば文章にするとこんな感じになるでしょう。私はヨーグルトが好きです。なぜならば腸内の細胞を活性化してくれて味のバリエーションも豊富だからです。例えば有名アスリートも毎日食べてる人がいっぱいいます。だから私はヨーグルトが好きですと。まあこんな感じになります。ヨーグルトが好きだけではなく一緒に理由を伝えることで説得力が増していることは確かでしょう。行動指示だけでなくその理由も一緒に伝えてみてはいかがでしょうかという話でした。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。
180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。今日もコメントよろしくお願いします。そしてこちらの方にですね、秋内はカドカドチャンネルの登録のバナーが出てますので、こちらをクリックして登録の方もよろしくお願いいたします。